はい、こんにちは、高橋です。今日はね、久しぶりにめちゃくちゃ YouTube を見てる一日です。今日まあ休みなんですけれど、外、雨です。で、まあ、なんでこんなに YouTube を見てるかっていうとですね、スイッチングマシンみたいなのあるじゃないですか。スイッチャーブラックマジックデザインってあるじゃないですか。で、まあ前から気になってはいたんですけれど、ついに昨日の夜、ポチりました。アマゾンで、で、まあ、僕もあの1カメ2カメ3カメみたいなのを使ってちょっと YouTube を進化させようかなみたいな。で、僕の場合はほら、あの Zoom で結構セミナーやったりさ、いろんなそういう機会があるので、まあ、そういうところでも上手に使えたらいいななんて思いながら、で試しに買ってみたんですよ。あの一番最新バージョンのいくら10万円ぐらいのやつで、まあそれが届くの 2,3 日かかるんで、まあ、今日も1カメ2カメ3カメみたいな感じでちょっとね撮って飛んでるみたいな、まあ、感じなんですけれど、で最初はね、そのブラックマジックのいろんな YouTube を、まあ、日本の、人たち、そして海外の人たち、まあ、たくさんの人たちが結構あのスイッチャーのやつをこうレビューをやっていて、もうなるほどなと、もうすげえ見たんですよ。今日何時間見てるんだろう、もう朝からずっと見てるの。そしたら、なるほどな、こういうことができるんだとか、いろんなことがまあ分かってきたんですけれど、でなんとなくそういうのでこう見てたら、まあ、だん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 ほら、やっぱりそういう YouTube の動画関係の人たちが勝手にこうリコメンドでこう上がってきて、でふと見たら、まあ、たくさんのこう動画クリエイターみたいな人たちが出てきてさ、それで、まあ、なんかなんとなくそのまんまずっとこう見たりしてたんですよ。そしたらなんかこの動画をさらに撮りたくなっちゃった、今日のこの動画っていうので。何かっていうと、みんなあの専属の YouTuber としてなんかさ、仕事辞めちゃって専属の YouTuber で YouTube で稼ぐ、食ってくみたいな、なんかそんなような人たちがいっぱい出てくるわけですよ。で、もう2年やってますとかね、3年やってますとか。でも俺、自分自身もほら YouTube やってるから、だいたいどのぐらいになってくると YouTube からどのぐらいのお金が入ってくるって、まあだいたいわかるじゃないですか。絶対大変なはずなんですよ。っていうか収入なんか多分ほぼないんじゃないかなっていう。だからね、まあ、そういう人たちのなんだろう、こう YouTuber として生きていくみたいなね、そう簡単には言ってもなれないと思うんですよ、これ事実として。だってね、確率だってさ、言ったってすげえ低いと思いますよ。やっぱり YouTube でそれなりにお金がガッキンガッキンちゃんと入ってきて、で結構人よりも豊かに暮らせるみたいな人たちって、だからそこをね、やっぱりなんかこう目指していくんじゃなくて、小さな会社としてで、ちゃんと社長としてやっていくみたいなね。だからフリーランスだっていいですよ、フリーランスだっていいし、まあ、ちっちゃな会社の社長としてなんかこうまずデビューしていく。で最初から YouTuber として専業の YouTuber で食っていくなんていう考えをなんかね、持たない方がいいんじゃないかなと思っていて、もう僕自身はほら15年14年ぐらいもう会社始めて時が経っているんですけれど、まあ、最初はやっぱりすごい大変な時期もあったし、でまあ山あり谷ありでこういろいろね、今おかげさまでまあ楽しくハッピーに暮らせてるっていう状態なんですけれど、これからやっぱりね、やっぱりサラリーマンをとにかくやめて独立する、起業するってめちゃめちゃ増えてきているんじゃないかなと、ね、思ってるんですけれど、でもね、 YouTuber で生きていこうなんていうのはあのね、甘い考えだと思う。なのでそうじゃなくて、うまくいったら YouTube からもお金が入ってくるぐらいの感覚でいた方がいいと思います。 YouTube をそのなんかね、仕事会社を始めた時の反則ツールとして YouTube も動かしていく、
ぐらいの状態からやってった方が絶対いいと思うな。なんかね、僕はそう思いますよ。その今日も動画クリエイターの人とかがめちゃめちゃこう出てくるんですよ。でその人たちが YouTuber として生きていこうとしてるわけ、みんな。だけど動画制作の会社としてそっちの案件を受けるために YouTube も使うみたいなぐらいの感覚、なんかイメージ湧きました。そういうふうにやってったのが、うちの会社だって、インターネット集客のコンサルティング会社をやってます。でホームページ作ったりコンサルやったり YouTube の撮影も撮ってあげたりとか、そういうのも広告やったりとかいろいろあるわけですよ。でいろいろあるんだけれど、 YouTube を使ってはいるけれど、別に YouTube からガッキンガッキンそのお金が入ってきてるわけでも全然何でもないんですよ。ただ YouTube をきっかけに会社の売り上げが立っていってるっていうのはもう間違いないんで、だからね、そういう角度からイメージをしてやっていくのがいいんじゃないかなみたいな、そんな感じです。今日はね、この1カメ、2カメ、3カメね、そのちょっとこう、テストみたいな、ね、角度変えながら撮るとどうなのかなっていうのも久しぶりにねやってみたかったなっていうのがありながらの、まあ、そういうこともちょっとお伝えしたかったなっていう感じです。これからまあ起業しようとかね、サラリーマン辞めようかなとか、でも YouTube で食っていこうかなみたいなね、少なからず結構みんな持ってたりするから、そういう人たちにちょっとヒントになればなと思って動画撮ってみました。ご参考にしてみてください。では。